温泉だね。炙り神社でございます。炙り神社は紀元前97年、水天皇の頃の創建と伝えられ、大山積の神、大井和地の神、高尾神の神を主祭神とし、大山山頂に立つ阿夫利神社本社にお祭りをしております。大山の有志は関東一円はもとより遠く海上からも並べられ、江戸の頃に大山島が組織され、またの名を出世山、関東総鎮護の神として家内安全、商売繁盛をはじめ、祈願成就の霊源新たかなお山と古くの水系を与えたのです。まもなく阿夫利神社に到着いたします。往復切符のお客様は命名をお持ちになって係員にお見せください。片道切符のお客様は係員にお渡しください。お降りの際、お忘れ物のございませんように、また停車の際少し揺れることがありますので、お立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点阿夫利神社駅に到着いたします。お出口は右側です。降りなさい、車内に落とし物、お忘れ物の内容をご注意ください。ただいまケーブルカーは10分間隔の臨時運転を行っております。お降りになりましたらホーム内に立ち止まらず改札口までお進みください。本日の最終ケーブルカーは17時ちょうど、午後5時ちょうどです。乗車券を改札口にて拝見いたします。お手元にご用意の上スクリーンにお見せください。本日も大山ケーブルカーをご利用いただきましてありがとうございました。